オタルアササトクラッセホテルは、北海道オタルシアササト川温泉にあるホテル。アンビックスが運営する、初の宿泊施設として1991年に開業した。週休2日制による予暇の増加や、スキーブームを背景として、冬の換算期の客の確保も考慮して、スキー場が近い朝、里川温泉へのホテル建設とした。しかし、バブル景気の中で、内装や、 調度品を豪華にしたこともあり、掃除業費が計画を大きく上回り、完成直前にはバブル崩壊で追加融資が拒否され、親会社の日動の資産売却により建設資金を捻出している。開業後は広告宣伝に力を入れ入浴と食事をセットとした日帰りプランを導入し、地元客の集客に成功し、集客は好調となったものの、従業員は 新卒が多くサービス面は不十分となったため東京での経営セミナーや本州各地のホテルに足を運び経営改善につなげるとともにカズトが複数部署をこなすことで業務合理化を図り本ホテルの手法はその後のアンビックスのホテル運営委託やコンサルティング業務に生かされている健康をキーワードに総合的療養型リゾートを掲げ利用者の健康回復 健康づくりに、運動、栄養、休養の3つの軸でサービスを充実させた取り組みを行っている。多様な運動強度のプログラムを構築し、マクロビオティックに基づく料理や薬膳を提供している。ほか、オリジナルメニューやサプリメントの開発、販売も行っている。また、客室も質の高い休養が取れるように配慮している。2001年から、 地元住民と協力してホタルを育成しており、7月中旬から8月中旬にかけて数千匹のホタルを見ることができる。客室温泉、スパレストランスポーツ施設園会、会議その他北海道道1号、ホタル城山渓線沿いに位置している。ありがとうございます。